の、はい、今日何があるんですか。今日はこの地区のすぐそばに鹿児島本校区ってあるんですけどね、はい、そこがあの県がスポーツコンベンションセンターというのを計画してるんですけども、はい、まあ、結構反対の方も多いですね。多いですね。でそれをまあ私は、条件付き承認、まあ、条件付きで承認すると。お、条件付き承認、条件付きなんです、うん、でその条件とは何ですかということと、はい、じゃあ景観の問題を含めて、うん、こんなところにそんなの作って大丈夫かよと、うん、いう話も当然ありますから、うん、いやご安心ください、確かに部分的にはまあそういうことも考えないといけないところもあるんだけど、実言うと海外の例を含めて、あともうすでに鹿児島市内ね、まあ、もしかしたらまあ地移したらまあ言われてたくさんとにかく高いビルが建ってましてね、うん、もう元々はあの都市景観法、まあ、景観の法律上の問題も、うん、そのもう以前から作られているべきものね、本当はあの、はい、鹿児島大学にね、あの今日豊田先生という教授がいまして、うん、今から三十数年前にそれをもう提唱というかもう提言してですね、長井先生、今日今晩この話をするんじゃないですか、うん、そうそうそうここで話終わっちゃいますよ。そうですね今日今晩そういう話をここで繰り広げると。その話してたらね1時間とかもう到底なるほど足らないんで、お付き合いします。まあよろしくお願いしますあ、このセレンディピティさんがもうすごくおしゃれなんですよね。そうそうそう、すごい。いいなぁ、セレンディピティさん、 おでんもやってるんですね。美味しいですよ。美味しいですよ。よいしょ、こうやってね、おしゃれなお店です。はい、お、エレベーターがあって、すごいいい一等地ですね。いい。もう築何年ですか。はい、非常にいい質問です。非常にいい質問が出ました。ありがとうございます。もうすごいんですよ、もうボロボロで。いやー、それが名山にいいわけですよね。名山でしか許してくれないような、ね。なるほどね。大変な、これは永井さんの。まあ一応ビルで。頭切る。はいはいはい、どうぞ。かわいい、はい、気持ちいい。そう、なるほど。これほら囲まれてるでしょ、ビルにこう、うん、マーク名山で、こちらもそうですね。うちのビルのあれ見せても、うん、これがキュッと空間がね、なかなか良くて、うん、いいですね。ビアガーデンできますね。飲んだり食べたりすると、ね、いや本当にね、まあ、バーベキューもこう置いてあるんだけど、うん、ここに初めて、ね、自分たち家族でやった時に、うん、本当にね飲みすぎたんですよ、あの二日酔いで。気持ちいいな絶対、うん、でその時音楽と映像、うん、映像はねあちらの方に、なるほど、スクリーンがあるんですね。お隣さんのあれがあるでしょ。あれあれスクリーンじゃなくてお隣さんのビル。そうなんです、法律上は、うん、スクリーンにしてもいいって法律、いや法律はちょっとねお隣の許可をちゃんともらわないとはい、はい、害は全くないにしても、うんうん、まあ、一応お隣さんのね壁ですから、はい、そこに映像が映るわけです、はい、で動画を映すんです。なるほど。でここで音楽流すんです。なるほど。であそこになんか照明のあれがあの壁にもね、うんうん、これまあ今明るいから見えないけどこう放射線状に、うん、明かり の、 あのいろんな色合いのねやつがこう、うん、わーっと出て、うん、ちょっと醸し出すんですね。なるほどね。ダサいセンスかもしれない。いやいや、で音楽と、うん、映像というかね流れて、で何よりもねこの空気感っていうかね、うん、これ流れるあれすごいんですよ。えここ貸してたりするんですか、うん、そういう感じだよ、ね、いやまあ、あのおっしゃっていただければ。なるほど、うん、ただね火を使ったりとか、うん、そうですね、やっぱり屋上の一つですからね、うん、やっぱりいろいろとあのなんていうかな管理上、うん、気をつけてもらわないといけないことなんで、うん、まあ、わかります。それを守っていただければね。わかりました。でじゃあ今日今晩18時から、うん、
ここで永井さんがドルフィンポートの条件付き賛成案を発表されると。そうですね、いうことですね。楽しみに、こちらに、ね、街に移してですね。わかりました。じゃあ楽しみに、はい、今晩ちょっと取材させてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、さあ夜の帳が落ちてまいりまして、本日令和4年10月26日17時50分。あ、電気ついてますね、上。永井正彦鹿。お、町積みもしてるんですね。これですね、鹿児島本港区を楽しい場所にする会会場4階行きましょう。お、すごい、この短い間にもう一個あった。よいしょ。いい感じですね、セレンディピティさんの音楽。お、来ました。あ、こんにちは。失礼します。はい、どうぞ。永井さんですか？あれ、こんにちは。はい、今日はちょっと永井さんの講演を動画に撮ろうかと思って。ああそうですか。あれ、4階、何階でしたっけ？3階上行きます。4階いきます。上行きます。はい、すいません。3階何してるんですか？あの、ゲストハウスじゃないですか。あ、そうなんですか。でも上かな、客室か。あ、でも客室入ってますね。本当ですね、どうぞ。いいですか？はいはい。すごい、人数結構集まるのかな。本国は楽しい場所になりそうですね。手の消毒をしてからですね。よいしょ。あ、こんな風になったんですね。すごいですね。終わった後のお茶会の道具ですね。あ、ここ、あ、ここもあれになったんですね。どうもどうも。こんにちは。カメラだ。あ、綺麗だな。こんにちは、こんばんは。じゃあ時間通りで。すごい。ちゃんと隣のマンションがスクリーンになってる。あ、ここも綺麗に上手ですね。あそこがスクリーンになってる。そうなんです、隣のお家をスクリーンにするっていう。皆様こんばんは。鹿児島本港区を楽しい場所にする会の一応代表させていただいてます、永井と申します。今日は大変お忙しい中をご出席いただきましてありがとうございました。まあ、主に今日は私の話をちょっと聞いていただきまして、まあ、その後ちょっとあの寒いですから移動してもらってから意見交換なりしていただければと思います。今日はあのスポーツコンベンションセンターに対しては、まあ、私は容認派なんですけども、いや違うっていう方もまあいらっしゃいまして、いろいろ交換し意見を交換していただければと思います。ではあの始めさせていただきます。今日はちょっと話がですね、いろいろと飛ぶ可能性がありますけども、まあなんとか、2、30分聞いていただければよろしくお願いします。まあ私はですね、まあこの条件付きの容認派であるんですね。まあ結論から言うと、本国に何かこんなのできるときに、まあご存知で伊藤知事さんの頃からいろいろ問題というか、あの非常に厳しい意見が出て、その中のメインだったのはやっぱり景観に関することじゃないかなと思います。今あの車走ってますね。この状態から画像がどのようになっていくかというよく注意見ててください。正面に見えているのがあの桜島なんですね。でこの状態からだんだんと近づいていきます。もううちの層今ここですね。で今南岳桜島があの噴火して見えますか、右の方ですね。でこの右と左ね、病院とあったりする。で鹿児島本港区にだんだんと近づいてくると、もう北だけが見えて、まあ、南の噴火ね、南だけが見えて、当然想像するとあれより前に行くと
ドーンと見えてくるということになるわけですね。で、景観についての、まあ、試験ということ、まあ、意見なんですけども、ご存知のようにこのここで片焼きそば食べたことあるんでしょうかね、まあ、どこかお分かりだと思うんですけど、あまりこれ長く映すとあちらから見てる方もいるかもしれないので程よく、とある銀行ですね、これが窓から見えて、昔はかなり桜島が見えてたんじゃないかな。で、どこ立ってもね、まあ、これあんまり分かると思います。まあ、その桜島がああいうふうに見えなくなる。で、鹿児島はですね、ご存じのようにナポリ市と姉妹都市ですね。これご存じのベスビオ火山なんですけども、私はここにですね3回行ったかな、まあ、大体車で行くんですけども、まあ確かに似てますよね、姉妹都市ですから。で、ここで何が言いたいかなんですけども、ですね、イタリアっていうのはご存じのように古い建物を非常に保存して歴史を大事にするところですね。この国はですね、2つの都市で、まあ、そのビルが建ってたりして、都市化が進んでるとも言われてるんですね。その2つというのがミラノとナポリなんです。で、これは私が言ってるんじゃなくて、ちゃんとイタリア語講座の NHK の人が言ってたし、私も実際に見て、わあ、すごいなと思ったから、嘘じゃないなと思ってるんですけども、これナポリ市ですね。ここで近くにナポリの駅があるんですけども、まあこれはね、別にその場所を選んで高いの例えばいいわけで、これはこれでいいんでしょうけど、皆さん鹿児島道路って あるの知ってますか？ナポリに行かれたことがありませんかね。まあ私は行ったんですけどね、ここまあ2度も行きましたけどね、なぜか鹿児島道路ってあるんですよ。ナポリ通りみたいなのはでかいんじゃないですけどね。ここでですね、まあ、この時にすごくベスビオ火山が本当に見えるかどうかっていうのを気にしてたわけじゃないんですけど、まあ、この写真をもう一度ですね、検証してみた場合ですね、これ鹿児島道路これ下がっていく、まあ、上がっていくからかな、なんですけど、いずれにしてもですね、これ次はいいかな、この坂がこうなっててなんですけども、全然見えないんですよ、ベスビオ火山で。先ほどベスビオ火山ね、綺麗な写真見ていただいたのは記憶にあると思いますけど、鹿児島にいた写真ですね。あれはやっぱり見えるところっていうのは場所が限られてるんですね。まあ、ナポリ大東洋ナポリ大学でしたかね、なんかまあそういうのもあるんですけど、とにかく坂にはなってるけど、もうなかなか見えないんですよ。まあ、要するにここでですね、何が言いたいかなんですけど、やっぱりそういうイタリアのですね、そういう場所でも観光にすごく力入れてるところですよね。やっぱりそこでもやっぱり古いもの大事なんですけど、そればっかりでもないよねっていうところはやっぱりあるんじゃないかなと思ってるわけです。まあ、イタリアがこういう問題を持ってるかどうか分かりませんけども、もうこれも先輩たちの前で喋らなくてもいいんですけど、結局抱えてる問題じゃ少子高齢化であって、人口が減っていって、労働力が減って、で経済も停滞する、今円高じゃなくて円安ですごいことになってますけども、でなおかつその高齢化が進んでいって、これから若い人に負担がいくということが想像つくわけですよね。やはり経済も回さないといけないんじゃないかなというところです。ではどうしたらいいんですかと考えると、限られた人口の中で、まあ、頑張りますけどね、私は頑張らないといけないんですけど、まあ、どっちかというと交流人口を増やして、まあ、インバウンドをはじめ、まあ、あるいは輸出を含めてですね、まあ、焼酎を売ったりとか、まあ、そういう外貨を稼ぐ地域、まあ、先ほど言ったように円安ですごいことになってますけども、まあ、こういったことを起きたらいいんじゃないかなと。でもう一つは本国にこんなことがこんな場所があったらいいなと思ってる中に、健康寿命っていうか、それもちょっとね入れているんですけども、まあいろいろと諸先輩たちも、もう私がこんな喋らなくても分かってることだと思いますけども、まあ知事とか市長の真似をすると、稼ぐっていう言葉はよく出るんですけども、まあどうしたら稼げる鹿児島になるんだろうって言った場合に、まあ、先ほどからインバウンドとか言ってますけども、交流人口を増やす、要するによそ者様ですね、様、よそ者って言うと、よそ者様では、まあ、輸出が増えると嬉しいですよねということになるわけです。で、本題の本航空の話になっていくんですけども、この観光で来る鹿児島に観光で来る方々がどこを一番訪れていってるかっていうと、田川さん知ってるね、はい、
旅行で一番たくさん、その旅行よそ者さんがどこに一番鹿児島で行くかっていうところ、はい、どこでしょう。はい、そうでございます、さすがですすいませんね、まあ、ということは、あの鹿児島本港区があってすぐ隣接に今桜島があると、もう一番ね旅行で来てると思います。まあとにかく素晴らしい場所だと思います。ただですね、桜島焼酎ラーメンなんでしょうかね、パチンコというかね、それだけ頼って、まあ、実際にパチンコを頼ってるわけじゃないですけど、まあ、桜島だけ見てくれよってそれでいいんですかね。まあ、時々その NHK も大河ドラマで今で飛ぶことをやったりね、とかこういうものを放送してわーっと、有馬会長様、確か飛ぶがごとくとかを見てらっしゃったんですよね。やっぱりその時って天文館も観光客も増えたんじゃないでしょうかね。今は外人さんが多い感じだけど、おそらく想像ですけどね。ああ、すいません。まあとにかくそういう、そういう時は NHK 見てですね、バーッと増えてくるんですけども、でそれだけそういう時だけで交流人口増える形でいいんでしょうかと。やっぱり地域間競争に、勝つようにしないといけない。でその中にまあ東京、大阪、京都というといつも真似しちゃうところがあるんですけども、そういうものではなく。何かいろんなことを考えてアイデアを出して魅力ある場所にすればいいんじゃないかなと。で、もう一つは観光は僕は専門のね、そういう学問、もともとこういう素人ですね、なんか学位を取ってるわけでもないんですけども、ただ言えることは滞在日数、鹿児島に何日ステイしてるんですか、まあ、ちょっと話長くとなるといけないんですけど、なんとですね、長崎県と熊本県はね教えてくれた、今県って言いましたけど本当は市町村で捉えてるんですね。国はですね、観光庁というところは県の全体の数字は持ってるんですよ。ところがですね、鹿児島県で行くと滞在日数はまあまあいいとこ行ってるんですよ。沖縄にはちょっと負けますけどね。どうして鹿児島はいいか分かりますっていうかね、このデータはちょっと裏がありまして、結局離島がありますよね。沖縄、離島がありますよ。奄美に行ったりと、だ船に乗ったりとかそういう滞在の日数もあるから、カウントしたらそれは長くなるはずです。まあ、その観光庁としても話したら、あ、その通りですということで、ということは市町村で調べることできないんですかって言ったら、市町村は市町村に聞いてくれと、まあ、それらしい書いて、で一応聞いてみたんですね。そしたらですね、熊本市と長崎だったかな、非常に丁寧に教えてくれまして、行って何していたのに、まず宮崎ありませんでした。で鹿児島はちょっとね、結局ないということでなんですけど、私が知る限り三十数年前によくいろいろ勉強したことでは、鹿児島にはとにかくあんまり長く滞在してないなって、まあ、データあったら今日説得力があったんですけど、とにかくあんまり滞在しないんですね。ですからやっぱり滞在を長くするということも非常に大事なことであって、またネットでもですね、いい場所を紹介してもらうと世界に広がっていく。でこういうふうな地域間競争に勝てる。であくまでも叩き台でいいんですけど、じゃあ結局あなた 何が本国に思うのっていうことですけど、まあ、この後海外 の、まあ、とこ写真もちょっと出てくるんですけど、この鹿児島本港区の場所、今ここに、オレンジですかね、これが大体スポーツコンベンションセンターが計画されている土地ですね。で、ここから、海からキャナル、水を引きたいなと。ウォーターフロントってフロントですから、ここに立つとここに水着上がって桜島があっちですね。でジャバーって言ってこのフロントになってはいるんですけど、ただその岸壁の底まで行ってみろよって言ってもなかなか雰囲気がどうかなと、まあ、海外に行ってですねちょっと感じたんですけど、なんか縦にこの南北ですかね、東西か、東西に引いてやったらどうかなというのが、まあ、勝手な妄想に近いかもしれませんけど思ってるわけです。まあ、ヨーロッパ私15回ぐらいですかね行って、まあ直近では4月にフランスのニースとかちょっと行ってきたんですけども、ここで2つだけポイント言ってくれって言ったら、まあ、この雰囲気 の運河と、もう一つ今日のキーワードなんですけどね、ぜひ覚えていてください。人が何を見て感動するかって、まあ、桜島感動しますけど、私たちが、まあ、飲んだり食べたり楽しんでる雰囲気、人が人の様を見て
あ、ちょっとあそこ寄ってみたいな、あ、飲んでみたいなというのを、この人たちの、あ、ここで写真出るかな、もう非常に思ったところなんです。箱物行政はご存知のように、あの否定されてるわけですよね。で、財政を考えても、非常にその財政考えても、箱物を作ってて、あとどうするんですか、管理費とかどうするんですかっていうことでね、非常に問題になってるわけですけども、この人が人で魅力を作ったら、ただったっていうわけはいかないですけど、コスト的には非常に安くで済むと思うわけですね。今その運河っていう、まあ、言葉キャナルでちょっと出したんですけど、ぜひですね、そのもう一つ、そのお時間あったらネットでですね、運河キャナルとかいうのをこう検索でちょっと調べていってですね、もらいたいんですけど、実はですね、これ横浜なんですけどね、この後出てきますけど、これ砂浜をわざと作ってですね、倉庫レンガ、なんだっけ、赤レンガですかね、あちらはなんかこんなことをやったりしてるんですね。で、あとネットで調べると富山とか、あと東京は豊洲の方じゃなかった、なんだっけ、魚の一番豊洲だっけあそこにタワーマンションできてますよね、たくさん。で、あちらの方々がそのなんと豊洲の近くに運河のあれを作って、ウォーターフロントですよ。それをですね、今やってるんですよ。まあいろいろ楽しくやってるんですよ。で、はい、ごめんなさい。結局、赤塚学園の生徒さんにもちょっとイメージで書いてもらいました。はい、これがキャナル、こうですね、こう内陸部にあのあたりな、まあ妄想ですけど、はい、はい、まあこの海から引くと、そういうことを言うとですね、おいおい、あの公園はどうなるんだと。公園が大きす、いやいや、何パークでしたっけ、この本国のこれが、緑でなくなるじゃないかと絶対おっしゃる方もいると思います。これ結論言いますとですね、この公園っていうのは、この北ふと、このウォーターフロントのここですね、の面積は、これ私の試験ですけどね、大きすぎるっていう結論なんですね。で、例えば隣に神町屋がありますけどもね、ご存知、結構これ大きいですね。それから港を通り越えます、そこにありますね。で、中央公園のところにもありますね。最近は市立病院などのそこにもありますね。マリンポートもあります。で、車でなんと5分か10分、まあ5分あまりですけど、10分も走ればもう本当緑豊かな山であったり、いろんな公園があるわけで、まあ、鹿児島が東京の大都会だったらまあ違うかもしれないけど、まあ、人口規模からすると私の試験ですけども、大きすぎる、もうちょっとコンパクトなものでいいんじゃないかなっていうのが、まあ結論なんですね。はい、まあ、予定地がスポーツコンベンションってセンターがあのようになってるんですけども、こっからですね、やっぱりこれから大事なんです。天文館の方とか館町に人をどういうふうに周遊させるかっていうだけ、これが工夫がいるかと思うんですね。まあ、ヨーロッパの話が全てじゃないんですけども、まあ、先ほどの運河も、まあ、感動っていうか、それもありましたけど、はい、このきっかけとしてはですね、この鹿児島っていうのが、鹿児島の場所っていうのはアジアの中心だって、ちょっと偉そうに東京じゃなくて鹿児島っていうふうに思ってる部門があるんです。それをまた後でちょっと話しますけど、ちょっと地図をイメージしてくださいね。まあ、上海と緯度がね、同じだっていうことをご存知だと思いますけど、すごいですね。鹿児島が中心になったらすごいところになります。はい。これでですね、運河の話ちょっと追加させていただきますけども、先ほど言ったように、ちょっと今年の4月から5月から2週間半、3週間近く行ったんですけども、まあ、ここに、まあ、とりあえず、いろんな、お偉い方が、このニースの話をいつもするので、まあ、一度行っとこうと言ったんですけどね、ここはやっぱりすごいなと思ったのがですね、今日はですね、車椅子の方もね、本当は呼んでもだったんですけど、視聴覚の方も本当は参加予定だったんで、ちょっと来れなくてあれなんですけど、おそらく11月の9日の時はあそこで参加しますので、何の話かというと、こういうバリアフリーで必要とされる方々に対して、このニースの砂浜なんかはですね、こういうのをきちっとできてるんですね。
バリアフリーですよ、それこそ。でビーチね、これ磯ないですからね、まあこういうスロープがあって、まあ利用するんですけども、はい。であのウェルネスシティということで、まあ先ほどあの健康寿命のことを言いましたけど、まあ一緒にいろいろとあの欲がありまして、あの砂浜ちょっとだけでも、まあ、横幅はその砂浜をこうわざわざこう作ったんですけどね、あのコンクリートの上でイベントの時は引いてるんですけど、まあ、できたら自然な形でこうちょっとだけでもいいので、まあ、足湯はできると思いますけど、こういうのもあったらいいなと思って、はい、世の中にはですね、あのこの本も出てまして、その、まあ、この裸足で大地に出すとアース健康法ということで、こういう本も出てるんですけど、まあ、今ネット社会でもうイライラしてたりですね、コロナでもイライラしてるんだけど、なおさらそのイライラする人世の中増えてきてるんですけど、どうもこの電気を抜いた方がいいんじゃないかなということで本が成り立ってますけど、まあこういったものも魅力の一つとして部分的に入れたらどうかなということです。はい。でそうしますとですね、先ほどその鹿児島が真ん中っていう話勝手なこと言ってましたけども、つまりですね、車支出の方とか、その不自由な方々が、まあ飛行機で上海から東京まで2時間、どうですかね。そんなにまあ、鹿児島で1時間ちょっとですかね。そんな1時間ぐらい大したことないのと思うかもしれませんけど、まあできたらアクセスでは距離的には近い方がいいということと、なおかつ、東京、大阪なんか行く人が多くて、混雑してるところに比べると鹿児島ゆっくりしてます。何よりも人は優しいです。で、そういう方々にも対しても、まあ、売りというか、で、そのために、まあ、ハード面で、こういったものも作っていくといいんじゃないかな。まあ、若い人もそうです。それから、スケートボードをやったりする人もそうです。まあ、いろんな人が、こう、自然発生的に、イベントをやってなくても、何か人が集まってる。で、それを見て、あ、いいな、と思うような、雰囲気作りをする場所はこちらとしていいんじゃないかなと。で、まあここも皆さんよく問題というか意識するところで、まあ点と点、線と線とかね、こういう話するわけですけども、はい。まあきっかけとしては今言ってね、人が人っていうのもあるんですけども、まあそのヨーロッパは全てじゃないですけど、はい、どうぞ。まあこのきっかけとしては、まあモニュメントであったりですね、ぜひ鹿児島の有名な方作っていただきたいんですけどね、こういうのを作ってもらったら相当のお金がかかっちゃうでしょうから、まあこういうのは実際ヨーロッパあって、歩いてるだけでも楽しいんですよね。はい。まあこれがいいかどうかは分かりませんけど、好き嫌いもありますし、はい、どうぞ。ですので、まあ本国から、パース通りとか天文館のこっちにですね、まあ、綺麗な街路灯があったりしますけど、まあ、部分的にこういうアート性能があって、ああ歩くのいいなというのを、まあ、別にこれがありますとかではね、私芸術家じゃないか分かりませんけど、まあ、デザインをするような機会があればそういうのもちょっと、まあ、考えていただくと、こう歩くのが楽しくなるようなですね、仕掛けっていうのがあって、それがずっと回っていって、周遊につながると。まあ確かに市電があったりですね、そういう便利なものもいいんですけども、やっぱりこの歩かさせた方がいいですよね、牧野さんね。おそらく消費お金落とすのには、電車でバーって行ってもらうよりは、と思うんですね。はい。これ見ているだけでですね、楽しいんですよね。はい。はい、まあこれはもう主観というか、でまあきっかけをそういったものでも考えて作りましょう、作ったらどうかなっていうところです。はい、どうぞ。はい、ここでクイズでございます。はい、これは誰でしょうかっていうことですけどね、はい、有名人のではないんですね。これは、はい、どうぞ。まあこれは東京に住む私の孫なんですけどね、エマと申しますけども、彼女が30年後生きてるでしょうし、私は生きてないでしょうし、まして50年先生きてませんですね。でもこの彼女が、まあ、東京は大好きってね、東京よりは東京大好きって言うでしょうけど、でも鹿児島はもっと好きと言ってもらえるような街になったらいいなっていうのは、思ってるところです。東京にはね、鹿児島にしかないというですね。はい。
最後になりました。結局今日はその天文館の方、今日はね、あれですね、神町のこれ来てないんですけども、ですね、最後にちょっと力説したいものがこれなんですけどね、やっぱり地域が一つになるということがすごく大事なんですよ。まあ、そんなこと誰でも言ってますよね。タカさん知らないけどね、ちょっと紹介しますね。今から30数年前ですね、この星がついてる3つ、ここも話終わりますからね。これはですね、神町まちづくりの会っていうのが30数年前に、ここの名山町、隣の安井町、山下町、そして小川町に、まあ、町内会があるわけですね。でそこの中に青年部っていうのがあって、その青年部が集まって一つの会作ったのがこの会なんです。でその時はですね、まあ、先輩たちがいるからあれかもしれない、ちょっと話しながら、ね、鹿児島県庁移転問題が非常に大きな問題だったんですよね。でそういうのをきっかけがあって、とにかく作って何とかしようということで、おかげをもちまして、私が言えないんじゃない、この会員の皆さんがすごくいい方ばっかりで、新聞にもたくさん出ました。その中のたった3つなんですけども、まず上行きますね。まあ、今例の秋篠宮さんですね、まあ、城山に来られて表彰を受けたんですけども、私が受けたんじゃないですよ、この会としてです。これは海の記念日7月20日なんですけどね、これ鹿児島本港をずっと清掃の期間開ったりですね、今誰でもありますけどね、その30数年前にこれもう毎年やってたんですよ。鹿児島温泉、鹿児島温泉でありますね、原田さんって今日残念なの、まあ、今度あっちへ行きます。で彼も車を出してですね、すごい量でした。それずっとやってましたら、表彰しますの来てくださいということで、一旦非常に強いインパクトは思い出の一つです。二つ目です。ここで質問しますからね。86水害知らない方いませんよね。これはもうすごい記憶に残ってると思いますけど、あそこケクラ地区ってあって、災害非常に受けたところですね。まあ想像つくの。で、方々がですね、避難した場所がですね、永田中学校、もしかしたら清水中学校にも行ってたかもしれませんけど、まあ面は永田中だったと思います。はい、避難してるわけですね。もう家がないわけですから、そんなに1日2日じゃないですよ。結構長期の滞在、なんですか、ね、避難です。避難生活を強いられるっていうかね。さて質問です。私たちの会で何かお困りないですかって聞いたんですね。さて避難してきました。体育館の中で寝たりしますね。この避難してる方々がこれに困ってるんですっていうのがあるんですよ。想像していただけない。長くそこに永田中学の体育館の中にもう今いいとこ行ってますね。トイレあるんですよ一応。永田中学校一応ね、松野さん永田中あるよね。松野さん何でしょう。使わないですね。結局ですね、これ答え出なくてよかったんですけど、やっぱり現地に行って接するから、そのまあなるほどなって分かるんですけど、実はですね、洗濯機だったんですよ。うわーっと思ったんですね。洗濯機自分の家から持っていくわけいかないし、この時ですね、会に吉原団長というのがいましたね。もう私のよくお世話になっている団長がですね、よっしゃって言ってトラックで町内この辺ですね、冷蔵庫洗濯機使ってない人とかも、あげてもいいですお願いします、こう何回か回ったら3つ集まったんですよ、とりあえず。それでトラックですからね、トラックに我々積んで、まあ、運んで、大変喜ばれて、その喜んでいただいた方の顔はよく思い出すんですけど、お坊さんたちは床は今年くれて、かまちも床なだよ なと思うよって言ってから本当こう記憶にあるんですけど、これは自衛隊とかですね、そういう方もやるかもしれないですけど、やっぱ現地に行って赴いて声を聞いて、そしていざどう活動ができるかっていうところが大事で、ここは先ほどかって言ったように私一人でできるわけでもないですし、まあ、団長一家でバーッと、まあ、できた結果なんですね。普段からそういう街づくりの会で連携取れてるから、広域でいろんなことはすぐできたということなんです。まあ、最後になりますけど、この本港区ではご存知のように青年会議所がウォーターフロントフェスティバルとやってたんですよね。最近あんまり元気ないですけどね。
でこれは彼らがどうもその町づくりやるのはいいんだけど地域とのあれが全然ないと意味がないということで私たちが活動してるのをしててぜひ一緒にやりましょうということでウォーターフロントフェスティバルの時に海の手ですね山の手はかっこいいですけど海の手ってつけて海の手フェスティバルなんてやったのも今でも覚えてますけどね名前ねかっこつけたかったね海の手で実はですね、まあ、これ最後にしますけどこの時のイベントでですねまあなんかいろんなの売ったりな簡単なんですけどね我々も名山はもうベテランですけどもう夏祭りのこの時僕が企画したのがですね鹿児島本港区でなんとですね砂浜があってですねそこでカヌーの試乗会やったことあるんですよで非常に好評でですね、ナノックですかねあそこにカジキにナノックさんでしただと思うんですけどあの社長さんが黒田さんですね確か非常にもうよしそれはいいことだじゃあ7つぐらい持ってきていただいてですねそこに砂浜のとこ置いてでインストラクターをただで教えてくれてですねそうしたら非常に良かったんですねあったんですよこれ一時期です県の人も知らない人多いですねだからそういうこともあってなんかこの場所というのはやり方次第にはいい場所になるんじゃないかなということでそれと何よりもですから天文館夏野さんあの神町の方々も含めてこの県と市が求めているグランドデザインであったり周遊性このどうデザインするかっていうのは、まあ、専門家の人はいろいろ言うかもしれないですけどまず地域がまとまって共通項ですよこういう問題があるよねこうしたらいいよねっていうのをせめて共通項をやっぱり決めて何かこう提言なりこうするといいんではないかなと、一団体とかではなるべくまとまってやるとすごい力になるというのが結論でございます寒い中聞いていただきましてありがとうございましたまとまりがなかったかもしれませんけど何か参考になればと思いますどうぞよろしくお願いいたしますはいただいま永井先生の講演終わりました私の方にはですねやっぱりドルフィンポート体育館反対という意見が多く集まるわけですがぜひですね賛成の方も意見をですね教えていただきたいなと思っておりますのでご覧の方で意見を述べたいという方はですねぜひコメントいただけると幸いです永井正彦歯科からお送りいたしました